皆さんこんにちは。ただより第147回日商簿記検定試験2級に関する解答速報講義を開始します、えー、担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 はい、えー、じゃあですね、えー、本日実施されました第百四十七回の日照物件で試験二級ですね、え二、ー、級に関する解説講義ということで、えー、お時間概ねですね三十分程度頂戴をいたしまして、えー、今回実施の試験に関する要点用紙等ですね、えー、お話をさせていただくというような形になります。えー、まずは皆さんあのー、本試験のご受験ですね、えー、お疲れ様でございました。まああのー、ここんとこ。 ずっと、ね、寒い日が続いておりましたんでまあ試験会場行っていただくことだけとってもですね結構厳しい状況の中でね行っていただいたような方もいらっしゃると思うんですよ。 おまあ場所によってはね、えー、今日あたりまあ雪が降ってるっていうところもあるみたいですからあそういったね地域の方々はまあちょっと試験ね、えー、受けいくだけでも本当に寒くて大変だったような気もするんですけどねまあ,あ幸いと言ったらあれですけど東京はね、まあ、僕があ解説でやってる東京は今日は天気は良かったんですがまあでもそれもやっぱちょっと寒いしね、えー、そんな中ですねまあ皆さん方あ本試験のを受けてきていただいたというところになるわけですけどもまあどうですかねあ あの一通り問題解答していただいてですね、まあ、当然あの本試験でございますんで、えー、それなりにね、まあ、骨のある問題もあったと思います、えー、思ったよりは全体としてはまあ得点が取れたのかなできたのかなという感覚の方もおいでになればあーちょっとこれ厳しいなという感覚でね えー試験会場後にしたよとい、まあ、う方もおいでになるとは思うんですけども、まあ、いずれにしましてもですねあの最終的な判断というのは結果通知が来るまでは分かりませんので、えー、それはですね、まあ、その結果をね待っていただいて、えー、どういう状況だったかという確定的な判定を今の段階でする必要はないとは思うんだけども一応ということでね、まあ、皆さん方に一つ今日解いていただいた問題の得点状況の予測なんかに 役立てていただければありがたいなという意味で今日もですねあの回答速報の方、えー、アップさせていただきましたすで、まあ、にですね、えー、こちらご覧いただいたという方もいらっしゃるかとは思うんですがあ皆さん方が、まあ、本試験の問題ね、えー、実際本番解いていただいた時にですね、えー、その後僕らも問題を入手して、えー、実際に解きましたですね、えー、模範解答作りの方をやりましたで一応ですねよいしょ今回の まあ、回答速報に関してはあ現段階においてはあ回答修正等の予定はありません。えー、複数の講師で問題を解きまして、まあ、付き合わせをした結果ですねえー、独断、まあ、大きな別解というような形のものは出ませんでしたのでおそ、まあ、らく回答が変わるということはないと思います。あですから、まあ、その前提でねこちら。 あ少し今日解いていただいた答案内容等と、まあ、実際答案用紙はないけどね、えー、ご自分の記憶と計算用紙などを頼りにですね付き合わせ確認をしていただくといいのかなというふうには思うんですがあまずその時にですねちょっとまあこれ毎回毎回私の方からご案内してるんですがあ一応今回ね初めての方もいらっしゃると思うので、えー、一応ご案内します。あののでですすねねこれ回答速報には今回も予想の配点箇所をです、ね えー、私どもの方でつ、えー、けさせていただいております。でおりますがあ,のあくまでもこれは僕らが考えた予想配点でございまして実際に日尾さんが採点上お使いになる配点箇所とは一致しません。えー、というのも日尾さん配点箇所はですね開示しませんので。 えしたがって、まあ、実際の本試験でどういう採点になっていたか配点になっていたかっていうのは確認の術がないんですね。でこれまでの、まあ、過去の本試験の傾向であったりとかあとはもう当然今回の出題内容と勘案してですね、まあ、おそらくこういう形での配点になろうというようなところを私どもの独自予想に基づいて、えー、つけさせていただいているというものになります。ですからあのこれを使ってですね自己採点等をやっていただいた場合には。 ちょっとその得点状況についてはですねある程度幅を持って見ておいてほしいんですよお今申し上げました通り、あり西尾さんが実際の採点で使う場所と必ずしも一致しない可能性がありますからそうなってくるとね、えー、変にまあその自己採点の結果だけで物事決めるっていうのも微妙なので一応ですねプラマイ5点ぐらいの幅ではあご覧をいただきたいというふうに思います。 まあそれぐららいい見て,おいてもらえば多分十分十だと思うんで,す、ね、でまあほとんど過去の本試験の状況等を見てもですねあのー、例えば私どもの模範解答の予想配点の部分と実際の本試験のまあ配,当あ配点要領ですねおそらくこれがあ15点も20点もずれてましたなんていうことはないので。 かあやっぱり自己採点でね、えー、プラマイ5点ぐらいの幅を持っといてもらえればそれに沿ったような形の結果が実際出てるところはあります。でありますからまあ,あドンピシャ1ということではないんですがある程度ね幅を持って、えー、予想配点箇所というのはご活用いただくということはですねまず1点お願いをさせていただきたいなというふうに思いますんで最初の部分でですね、えー、その点はご案内と。 ということでお話をさせていいただこうと思いま,すでまあ今日の問題なんですけどねまあ僕も実際ね、えー、本試験の問題を解きましたあ今日はですねあのー、まあこれ取ってるのもまあだいぶもう夕方になってきたんであれなんですけどね、えー、今日は僕あの簿記の問題をやたらめたらあの解きましてですね え3級も解いたし2級も解いたし1級も解いたしですねえちょっとまあ僕もボキ付けだったんでちょっともう少々疲れました <laughs> あの皆さんもっと疲れたと思うんですけどねまあその中でね2級の問題まあ僕が解いた上で思ったところがありましてねまあまずあの前回の2級の本試験がですねまあちょっとあの今までの2級の問題に比べるとやっぱり非常にこうベーシックな あ問題だったっていうところもあるんで、まあ、ご承知の方も多いとは思うんですけど前回は非常に合格率も良かったという事実がありますが、まあ、それに比べるとですね今回の11月というのはうーんまあある程度絞る,絞るべき部分は絞ってきたかなというふうに思います。まあ、これれはでですね2級の受験生さんいいいらっしゃれば当然ご承知を聞いただいているところだとは思うんだけどね 西尾、えー、さんは段階的に2級、えー、の出題領域を、まあ、改定していくというようなことはもう明確に謳われていてですねで今回の11月試験からまさにですね連結会計等が出題しますよということはもう事前告知を含めてずーっとおっしゃっていたんで、まあ、それに沿った形の問題がですね第2問等では出題がされているという事実があります。 でありますんでまあ前回の6月の試験に比べるとやっぱ内容的にはちょっとレベルが高くなったかなという気はします。でただですね僕今日2級の問題見た時にちょっと感じたのがあのー、やはりまあ第2問の連結に関してもね、まあ、連結の問題としては比較的ベーシックと言えると思うんですけどもあのー、やっぱりまあ もともと受験簿記上連結会計というのは多くの受験生さんにとってねそんんなななに好きじゃない論点の一つなんですよで、まあ、今までの経緯で言うとですね連結会計っていうのは日商簿記だと1級の品質項目であったものが、まあ、一部ですけど2級の方に下りてると。 いう状況があるでしょで私ずっと一級の講座の担当させていただいてるんで、まあ、やっぱりですね、えー、実際一級の勉強されてる方々であったりとかあと税理士の受験生さんも連結会計に関してはですね最初非常に苦労されるんです、ねまあとっつきにくいって言ったのよかなああいうところがあるんで非常に苦労される。だから、まあ、中には本当にもう連結会計毛嫌いするような人も多いんですよ。 ななかなかねやっぱりイメージがつきづらいっていうのはでかいんだと思うんですけどもお嫌いされるような論点でもあるからちょっと今回はねそういったことはおそらく死刑の先生これ予想されたんじゃないかなって僕すごく思っててまず連結会計が第2問出題されてますけども連結の単独問題にはしてないんですね、まあ、広い意味で言うとこのこれ企業結合会計という領域の属するものなんですがいまずは合併の立ちつき。 ね、これはもう伝統的に2教の本試験では出題されてますけども合併の手続きをまず出題した上で後半部分のね説問で連結会計をまあ仕分けだけやってくれという形にしてるでしょ。でこれはねまあ広い意味での結合会計の領域に属する問題だから大きな視点で言えば全体一つの領域だというふうには言えるのかもしれないけどもまあ一般論で言うとあんまりこう。 お合併の手続きと連結の手続きを並べてやらせるような問題っていうのは実は多くないんですね。でそれを今回出している要因っていうのはまあ似たような領域の中で比較的なじみのあるまず合併を出すことによってそこで点数が取れるようにしていこうと。でその上で、まあ、今回初回でもあるんでね連結会計は出るんだよという意思表示も含めてですね、まあ、比較的ベーシックな仕分けの問題を出題したという形式だと思うんですね。 だそこら辺にもまず配慮があ少しあるのかなって僕解きながら思ったしでさらに言うとこれはねちょっと前回もまあそうなんだけどあの第3問以降だよね345特に4問5問の工業武器なんですがあのここら辺がですね非常にこれ解きやすすいで,すでこれ多分多くの皆さん方が問題を見た時にそう感じられたんじゃないかなって僕思います。 あのー、まあ当然論点としてね好き嫌いっていう部分もあったりはするんだけども今回出材されてる本社工場会計の仕分けの問題であったりとかあ,あとはまあ標準原価計算における仕掛かり品勘定の作成並びに PL の作成、まあ、PL 自体を作りましょうとかっていうのはちょっと解きにくいっていうかなあ慣れがあ,あんまりない問題だとは思うんです。で少し慣れがないから あ,あんまり見たことない問題なんでちょっと戸惑っちゃったっていうのはあるかもしれないけども標準原価計算の計算問題という点からするとですねまあ、結論的に言うと非常にこれは分かっちゃえば解きやすいでしょだってもう実際皆さん方もこれ回答時見て分かり明らかですけど仕掛かり貧患を作ってピール作るだけの話ですから標準原価計算におけるある意味主要な回答要領と言えると思うんですけど再分析がないんですよ。 でかつて章の本試験では確かにこういう再分析を伴わないね標準原価計算でのは出題実績はあるはあるんですあるはあるんだけどもほんと少ないであえてそのレアケースのパターンの問題を持ってきたなという気がするでそれは僕ね、まあ、標準原価計算ってねやはり2級の工業武器の中でも主要な論点の中の一つですからやはりそれをねしっかり知っといてほしいという作文者の意図も感じますけども ただそうは言ってもね標準原価計算の主要な論点というより再分析を出さないというのはこれはやっぱりねにに対すするななんじゃないかなって僕個人的に思うんですよだって普通に考えるらですよ標準原価計算ですから再分析なんかやらせて当たり前なんでねでそれがないわけですからああ工藤だけどまあ損益計算書っていうねちょっとまあ珍しい回答枠になってるっていうところは特性としてありますが。 冷静になっていただければ第4問第5問工業簿記というのは比較的解きやすい論点だと僕は思う。でその第5問の損益計算書なんかの作成がね解き、まあ、慣れがないことによって多少の後藤が出,ても出たとしてもですよあのパーシャルプランに基づく仕掛かり品勘定の作成はこれはもうちょっと基本のキーだと思うのでそこでまあ確実に点数は取れるでしょねだから PL の部分でちょっと失点が生じたとしたってですよ。 仕掛かりん勘定でしっかりとってねでなおかつ第4問のまあ本社工場会計に関してはあそんなにね正直難しい話でもないしっていうか多分これあのー、本社工場会計の勉強しようよ言った時にねテキストなんかが題材として扱うような説明説明のレベルです。本当ににベーシックな知識がちゃんと身についてれば ちゃんんとけるるよっててていう形式の問題にしてくれてるんですねでやっぱりこの手の問題、まあ、本社工場における仕分けの問題っていうのも一つね二級工業武器では品質項目ではあるんですがおおむねこの手の問題出てくる場合今回も一応説問はあったんだけどあの製造関節のね災難ンなんていうものは自分で製造関節感情のために何なり作らせることによって自分で把握をしなさいと、まあ、こんなのがまあ一般的な問題なんですよ。でそれに比べると今回は ああ予定の金額はいくらで実際いくらですっても書いてくれてるから自分で集計する必要も何にもないでしょ。だそういう意味からすると第四問なんていうのはちょっと僕あのー、全体的なあ得点状況に対する配慮が働いてんのかなっていう気が正直した。だからあ今回の二級のお本試験に関してはまあここのとこ一つのねなんていうのかな回答の流れと言ってもいいのかもしれないけど。 後半の問題でであるですね第3問第4問第5問でまあまずは取るだけ取りましょうと。でその上でね第1問の仕分けなんかは僕これいい問題だとは思いますけどもあの解きにくいよね。解きにくいと思う。で解きにくいっていうのが、まあ、ざっくり言うと難しい部分が多いのと面倒くさい問題も多い。 だ最近の 2, 2級の試験っていうのはもう第一問の仕分けが結構面倒くさいんで、まあ、目標としてはね5つ説問あるうちの3つは取りましょうよってのはのは基本的なスタンス伝統的によく言われる論点ではあるんだけども、まあ、正直今日ぐらいの問題になっちゃうと3つ拾いきるってのも結構厳しいところがあると思いますよ。で現実的には1個2個の正当というふう,のかなという風に僕は個人的に思いました。ただその分ね やっぱりあの工業簿記と第三もここでちょっと配慮が働いてるんでまあ今日の本試験もですねここのとこずっと続いてる一つの流れなんですがまあ公募でまず取るだけ取る。工業簿記で取るだけ取っていただいた上で商業簿記で合格点数を達するようにあとは上乗せを図るとこういうですね回答戦略をまあ取ってっていただくというのが今回の本試験で合格を勝ち取るためにね 最も効率的な回答要領だったと思いますで中にはねやっぱりあの工業武器っていうのはうんそうだな物品販売業を対象とする商業武器と違ってですね、まあ、製造現場なんか見たことないよっていう人も多いでしょうからイメージがつきづらいっていうデメリットはあるんだけどもただ逆に言うと2級の公募の場合にはね基本的な処理過程をしっかり終えるように。 ね、ちゃんと基礎知識を身につけておくことができれば対応できる問題っていうのは非常に多いで特に今回の工業武器に関してはそういう性格の問題が多かったように思います。ね。だからまあこれも一つ、えー、もう見方を変えなきゃいけないところなんだと思うけどね。 前回の試験なんかでも標準原価計算が出てるだから今回はもう標準出ないだろうからやんないとかですねそういったちょっとレベルでのね受験対策の進め方を取ってしまうと、まあ、ちょっと今回ななんかか厳しいかもしれないいもですよね、えー、実際そういう思考をお持ちの方もいらっしゃったかもしれないなって僕は個人的に思ったんでだから問題見た時にちょっと標準出た時に一瞬ね あれやばいかなっって思ったのでそれは標準の問題自体が難しい難しくないの話じゃなくて標準だって確認した段階でこれやってない人いるんじゃないかなっていうのがまず僕の頭の中によぎりました。でそうなった時にどうかなってやっぱちょっと心配になったんだけどねただまあやっぱりねあの標準原価計算先ほど申し上げたとおり2級の工業武器の学習領域の中ではある意味特論で。 え逆に言うとねまあこっから上の一級であったりとかそういったところに入っていけば当然にできなきゃいけない論点だしそれをどん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 広げていくんですよ。だからやっぱねあのー「標準原価計算」という学習内容の重要性を勘案すればですね前回の試験出たからやらないっていう判断はちょっといくらなんだってああ乱暴すぎたのかなという気はする。でおそらく多くの方々はご賢明な方が多いのでね えー、まあ出題の可能性は低いかもしれない優先順位は高くないけども基本的な部分ぐらいはできるようにしとこうよっていうふうに対策をね取ってくださってたんじゃないかなっていうふうには思うんですがまあ、中にはちょっとね前回出ちゃったからもう出ないよっていうふうに捉えちゃった人がいたかなっていう心配はちょっと感じたでそれもねしょうがないっちゃしょうがないところもあるんだけどでもやっぱりね標準原価計算とかあ,あとはまあ 直接減価計算だね2級の公募の学習領域の中でそこら辺についてはですねあの全く手を出さないというのはやっぱりもうちょっと時代に合わないんじゃないかなというふうに僕は個人的に思いますよあのー、もっと言ってしまうと標準減価計算が2回連続取材されましたというのは実はですねあの昔の検定試験でも実は何回かあるんです初めてじゃないですこれ えー、だから過去の本試験の傾向としても実はそういったものは出てるんで、まあ、そういったことを考えるとね、まあ、やはり、あのー、標準原価計算が前回出だからまあ主要な論点に据えなさいとまでは言わないけども、ね、やっぱ最低限のものぐらいは見とこうよと一回やっとこうよっていうふうに準備をしといてもらえれば第5問等は取れたんじゃないかなというふうには思いました。 やっぱりそこら辺は一つのの境目ななかもしれない、ね、でとにかくまあ今申し上げました通りですね今回の本試験に関しては勝負の掛けどこは3問目から後です3問目から後がどれだけ点数取れるかに尽きると思いますでそこでもう取るだけ取るというのが基本的な戦略なんじゃないかなあ逆に言うと第1問はちょっと難しいです第2問は 連結ですからやっぱりイメージがしにくいところもあると思うんでそういったところはあるんじゃないのいう気はする。ね、でそうするとまあちょっと第2問とか第1問とかで点数取り切るってのはちょっと厳しかったような気がするんでねでやっぱり第3問以降で点数取るだけ取ってくださいという問題だったのかなというふうに僕は個人的に思いました。 今後おそらく11月の検定試験今回の試験で,です、ね、出題されたこの問題の形式ないしは内容またはレベルこれが、ね、今後の2級の1つの判定指針になってくるんじゃないかなというふうに思いますよ。まあ、言い方が変えると今後のです、ね、2級の動向っておそらくこれがスタンダードになるんじゃないかな、まあ、この後も税効会計をはじめとして追加の論点増えていきます。で増えていきますが まあどん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 新しいものが取り入れられる2級の特性としてですね、まあ、本当に今日の11月の試験というのが一つ、えー、モデルになっていくんじゃないかなって僕は個人的に思います。でただ多分この後はもうちょっとやっぱ絞ってはくると思う個人的に。 あのー、やっぱりちょっとね、あのー、工業ななんかはももうう少しひねりを加えたいないいととところも出てくると思いますだからあーもう少し絞ってはくるのかなとは思うけどもただね、あのー、全体的にものを見た場合には取れるところもちゃんと設定してあってで、まあ、比較的新しい領域であったり難易度の高いような論点を散りばめてるという問題ですから、まあ、そういう意味ではね今日の「 2級の問題というのはちょっと図抜けて難しいという感覚では僕はないで問題自体が図抜けて難しいんじゃないんだけどでもねやっぱね分かっちゃいても連結会計って問題でポッと出てくるとやっぱり悩むしねで半端に似てるって言ったら表現悪いけどでもやっぱりそうだな合併と並べられると結構悩んじゃうっていうかねごっちゃになっちゃうところもあるんだよねだから頭の方がやっぱり今日の問題重たかったんで そうだ、ね、うーんちょっとやっぱり問題の解き方一つも意識をしながらやっていかないとですねちょっと皆さんにとっては負担が重たかったかなと思いますただあの今日の問題はあのそうだね全体としてはしっかり解けるところの見極めがつけられればあ合格は十分狙える問題だったとは思うただその見極めがねちゃんとつかないと。 お少しはまってしまうと厳しかったかなという気はするんでまあ受験生さんにとっては決して解きやすい問題ではないだろうなとは思います。ね、でとは思うけども僕は個人的に今日の問題に関しては問題とととしててどううなななのかなとかっていいことは思わない、ねえー、少し難しめの問題だなでも、まあ、2級の問題としての妥当性整合性という部分からすればそこまで問題 かなっていうふうに僕は思わないですね。えー、それがまあ率直な感想ですで各論点について、まあ、少しじゃあお話ししとこうと思うんですけどまずあの第1問の仕分けが結構難しい問題が多いというか面倒くさいところがあったんですがあのー、まずね意外と厄介だったりするのはそうだな、まあ、2番の為替役に関する取り扱いも厄介っちゃ厄介だし。 えー、4番あたりのリースに関する扱いも問題の資料の読み取りなんかしっかりやんなきゃいけなかったんで少しね第1問の仕分けについてはまずあの読解力が相当問われるかなと思うよで例えばですけどこのね4番目辺りで出題されてるリースの問題なんかあるでしょでこれ問題見た時にパソコン10台のリース契約を期間5年 リース料月額4万円の条件で結びましたって言ってるんですけどこの,あの月額4万円って前後の文脈考えれば10代全体のリース料ですからあのそこをちゃんと判断していただければ、まあ、この問題リスコみ法でもあるしねそんなに難しい話ではなかったような気がするんですけどなんかねちょっとまあさっき回答を起こされた方々とお話しした時にこれ単価だって誤認された方がいらっしゃったみたいなんで。 ああ確かにそうも見えるかっていうふうに僕その話聞いて思ったんだけどねあのこれ単価だと思っちゃうと単純に答え10倍になっちゃうんでねただ1台あたりり4万っていいう,うにはこれ読めないですよねやっぱり全体をしっかり読めば10代全体で月額4,000円あ4万円っていう表現になってるのは明らかなので、まあ、ただ本試験はねどうしても時間,に時間に追われながら問題解いてますからあのそういったところに関する読み取り なんかはしっかりやっていただかないとちょっと怖いかなという気はしましたで逆に言うとねその問題もミスがまず出やすいでしょでその1個上のクレジット利確金のまあこれ売上計上時の話じゃなくて取り消しの話なんですよだから要は売上計上時の逆やればいいんだけど消費税の話なんかもひっくるまってるんで手続きとして相当面倒くさいんですね。でさらに言えば一番最初のところで出てる、えー、本社の増設工事。 これに関してね各固定資産勘定等適切な勘定に振り返えなさいよって言ってますけどもこれもお建物等増加の手続きであったりとかあとはね、まあ、メンテコスト修繕費かかってますからあそれ修繕に手処理するとかっていう手続きと別にね除却の仕分けもやんなきゃいけない。で除却の仕分けもやんなきゃいけないんだけども、まあ、今回は処分可能価格の表現がないんでねしたがって貯蔵品等を用いようと思ってもできないんですよ。 したがってまあその分だけ除却損が立つっていう問題なんだけどこれもね除却の仕分けに関してはもう定型的に貯蔵品が立つもんだっていう覚え方をしてると。 まあちょっっと悩んじゃううかなっていう気がするで貯蔵品というのはあくまでも対象物件の処分可能価格ですから処分可能価格が認められないものに貯蔵品が出ないのは当たり前なので、えー、当然その分だけ除却損が課題になると大きくなるという状況は当然生まれますから,から変にねあの除却イコール貯蔵品が立たなきゃいけないんだみたいな先入観に基づいて問題解いちゃうとちょっとそういったところではまったりとかあするのかなっていう気がしました。まあ、ちょうどその話もねさっきご質問いいただいて貯蔵品は 適当に出しちゃったんですけど、とかっておっしゃってたんですけど、あの適当に出しちゃダメです。あの貯蔵品はあくまでも処分可能かだから、個別の案件ごと個別の物件ごと全部違いますんでね。言ってこない限りはもうこれは特定できないですよ。で、それがないということはまあ、必然的にですね、えー、貯蔵品勘定での計上は不可能になりますからまあ、その分だけ当然除却損が大きくなると。 こういうところはしっかり捉えていただきたいなと思いますで今日ね第一問の問題そういう意味でもまあ全般的にやっぱ解きにくいこれは難しいと思うでそれは純粋に母規の処理として難しいというよりどっちかというとまあ、状況理解のための読解力が必要だったような気がするでただねまあ、そうなると日本語の問題だって母規の問題じゃないじゃんって話になるかもしれないけどそうじゃないんですよ母規っていうのは端的に仕分けのやり方を覚えましょうとか あ計算のやり方を覚えましょうそれが簿記の能力ではないんですね簿記、えー、会計の従事者経理マンというのは、ね、会社の中で生じるさまざまな取引に関するデータを適切に収集して必要なものを選んで,でそれに基づく会計手続きを行うとこれ全般ひっくるめて全部が簿記なんですだから単純に仕分けのやり方を知ってますとか計算のやり方を知ってますっていうだけじゃ簿記じゃない正確に言うと簿記の能力とは言わない であくまでも今申し上げたとおり会社ではいろんな取引があるそれに関するいろんな情報が出てくるその中で必要な情報を収集して生成してで真に必要な回答手続きにつながるすなわち実務上の話であれば、ね、日常記録を取ったりするために必要な作業につなげていくとここまで全部ひっくるめてやはり募金の手続きなんですね。だからそううういいいいいっったたととところを問うという意味では、はいい題だったんじゃないかなか思うけども、 試験を解く側からすると、まあ、解きにくいだからちょっとここは冷静になってやらなきゃいけなかったと思います。で僕個人的に非常にいい問題だなと思ったのは5番これ難しいけどね、えー、外部に開発依頼していた社内利用目的のソフトウェア開発費用2480万4回分割で銀行振り込みにより全額支払い済みでこの支払い済みの部分については、まあ、使用する勘定から明らかですけどソフトウェア仮勘定ね建設仮勘定に従事するソフトウェア仮勘定でもう処理済みです。 でその処理済みのデータが今完成したとだからソフトウェア勘定に振り返るんだって話なんだけど開発費用2,480万の中には今後4年間のシステム関係の保守費用が入ってるって言うんですねでこれメンテコストなんですよでメンテナンスを業者さんにお願いするための代金を前払いしてありますって話なんですけど根本的にメンテナンスを行うためのコストというのは資産形状の対象にはならない。 えー、有形固定資産も無形固定資産もね資産の取得原価っていうのは本来的にその資産を取得するために必要となってくる本体価格すなわち購入代価にですねその資産を稼働させるために必要な付随費用ってやつを加算するんです。いであくまでもね稼働しうる状態を作り出すために必要な付随費用ってやつが取得原価を形成する。でこれをねちょっと難しい言葉なんだけど資産の取得原価っていうのはね その資産が持ってる収益性って言いますまた表現の仕方をあえて変えると生産性って言ってもいいと思うで資産の取得減価っていうのは資産の持ってる生産性まあ、ざっくり言うと金稼ぎなんかに貢献する能力ねこの能力を得るためにかかった対価が資産の取得減価であるというのが基本的なスタンスなんですよだから自動車なんてを買った時に車両本体価格を払えばね自動車は買えるでしょ ただ自動車を自動車として活用するすなわち道走らせられるようにするためにはナンバーとっつけて保険に入んなかったら車は走れないんですよ。そうでしょってことは車の持ってる能力すなわち生産性を取得するためにかかった対価という点からすれば本体価格もナンバー2つが合わさって初めて資産の持ってる取得原価すなわち生産性を形成することができるんだと。 いう考え方になるから資産の持ってる生産性を形成する対価という点からすれば本体価格も付随費用も違いがない2つが揃って初めて自動車の持ってる収益に獲得する能力、ね、生産性を得ることができるんだこう考えてですか自動車なんかの取得に要する付随費用というのは原価に参入すするんですでしょでその前提で考えた時今回ソフトウェアですけどねソフトウェアのいいですかメンテナンスコスト保守費用ですよ。 じゃあその資産の生産性を得るために必要な対価なのって言ったら違うんですよ。いメンテナンスというのは、資産が稼働してから、その稼働状況を維持するために必要なコストなんです。言い方であうと、メンテナンスっていうのは資産が動く状態になってからじゃないとかからないですよ。当たり前でしょ。だって動きもしないような資産に対してメンテする皆さん。ね 道走れないようなボッコレー。ちょっと子供に対してメンテナンスします。それ、メンテじゃないですよ。修理ですよ。でしょ。メンテナンスってあくまでも今現在稼働している資産の稼働が問題なく行えるように、その機能維持をするためのコストじゃないでしょってことは、前提として、メンテナンスコストを払う段階では、すでに資産は稼働してるんです。あくまでも資産が稼働するためのですか、ああ、取得に要した手数料等が付随費用を形成するものなのであって。 すでに稼働してからその状態を維持するためのメンテコストというのは単なる保守費用なんですすなわち毎期毎期の費用で落として終わりなんですで今回はまさにそれが出てますからシステム関係の保守費用は資産の持ってる能力を得るための対価ではない資産の持ってる能力を得た後に現にそれを稼働させてる過程において維持費用として生じるだけだからこれは取得原価にしてはいけないじゃあどうするの 今後4年間のメンテナンスコスト保守費用を先に払ったんだからこれ長期前払い費用ですよね。で、その資産の取得原価なんかに立脚して今回借り方ソフト決めてくださいねっていうのはこの問題だっただからこれ難しいと思う難しいと思うけど僕すごくいい問題だと思うこういうことを少しで、ね、理屈に載せた形で理屈を載せた形で勉強していくとさ 一生懸命二級の難しい論点をただ単に覚えただけじゃなくてああこういうものが資産の取得原価なんだもんねっていう会計に関するやっぱりねものの考え方をワンランク上に引き上げることができるじゃない僕これすごくいい問題だと思いますよ。だから今日ねいろんな問題あるけどさ5番とかがちゃんと対応できた保守費用は取得原価じゃないだろうななんか寡黙ないかなあ長期前払い費用あるじゃんこれで選べた方自信持っていいですよ。 すごく素敵,、ね、あ素敵って敵ちょっとあれですけどすごく素晴らしいそういう回答に至るというのはやっぱベースがちゃんとできてるからそういう考え方につながるんだもんこんななの当てずっぽいじゃで,きないんですよだからなんとなく勘でやったんだよっていう感覚かもしないけどその勘じゃないんですよそれはここまでちゃんと勉強ができてた証なの、ね、そういう土台があるからそういうふうに判断がつながるベースのない人はそんなふうにならない。 ですかだからこの5番目の説問ができた人は自信持っているで逆に言うとちょっとその今僕が話している考え方はある意味2級の領域が過ぎると思う超えると思うので一般的にはちょっと5番とか解きにくかったかなっていう気もするねするかなかなか回答は合わないんじゃないかなっていう気もするけどもでもできた方はすごく立派だと思います。 だそういうパートパートでね自分が今までやってきた勉強が決して間違ってないんだという確認は取れると思うんだよだから仕分けの問題でくどいだけでやっぱちょっと読み取りミスをしちゃったとかねそういうのはやっぱ出やすいですこれはやっぱり出やすいと思うだから結局仕分けは2つしか合ってなかったとか1個しかあってなかったという方も多分いるでもしょうがないそれだけやっぱり考えさせるような深い問題になってたんだからでも そこでのミスを挽回できるだけの説問が345に用意されてたんでそこでどう挽回できたんです、ね。できたかが今日の勝負のれ分かれ目だと思いますよ。で第2問等に至ると、まあ、冒頭の合併はですねこれはもう極めてシンプルだと思います。あの普通の合併です。 で過去の本試験の問題見ても、まあ、これ以上の合併出てますんでねだからちょっと何度か頑張ってこっちは取ってほしかったなっていう気が正直する。で遠いの2番の連結に関してはいかんせんやっぱりちょっと取りにくいところもあるのかな、まあ、多分連結はちょっとなっていう感覚がある方もいらっしゃると思うので、まあ、今後はねちょっとこれぐらいのものはやっぱりできるようにしておく必要はあるとは思うんだけども。 おまあまあ今日初回だというところもあるんでね、えー、少し、まあ、手が出なかったというのがあっても仕方がないような気がします。だからもうそうなった時にはね明確にもう切り替えが利くかどうかですよ。所戦という言葉はよくないけど第2問の中の一つの説問でしかないんだからだったらまあなじみなる合併をしっかり攻めてって一番やっちゃいけないのはやっぱりうんうんうんって考えることですから。 ね、考えるららいだっっどんどんったものがかったたどどんん次もがそれで自分のできるところを確実に埋めていくというスタンスで問題解けるかどうかがやっぱ大事だったんでそれがうまく効いてればね問題がないいと思いますで第3問あたりは PL 等を作っていただくという単独の問題なんでこれなんかも、まあ、だん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 皆さんも問題やっててもうなじみがあると思うんだけどあの BS に関する論点は仕分け自体もういらないからね。でしょだから もう純粋に何が必要なのか PL 関連の話だけが必要なんだよねっていうことをしっかり捉えていただいて作業はすればそれでいいだ極端な話ですけど資料2番の冒頭手形割引に関する未処理事故あったでしょでこれで読み取るのは手形が8万なくなりますっていう事実とえ割引料が400円たちましたすなわち手形売却損が増えますよそれだけでいいんですよ。もっと言っちゃうと当座預金がどうかな関係ない当座預金は BS の話ですから。 だから手形が8万円減ったという事実は知らなきゃダメですよだってこれ当然貸し引きの設定に関係するからで8万円設定減ったという事実を読み取ってで、売却損が400円追加されますねもうそこだけ読んでもらったらもう極端な話問題資料冒頭の決算競り回しっなったでしょ残高しちになってんじゃん。だから受け取り手形借り方残高いくらなっとでしょ貸し方が空欄になったでしょそこに8万減るんだからまあ貸し方側に8万書いといてで、手形売却損に400円加算書いといてもらえるそれでいいんですよ だそういうい切り替えはね多分必要ですよあのまあ PL だけ作る問題って割り返し処理量が多いんで、ね、あの全部が全部一取り仕分けをしても全然いいんだけどもやっぱりね直接回答用紙作るにあたって関係ないようなところっていうのはそんなにこだわってやる必要ないじゃないだから今言った話じゃないけど未処理事項の例えば4番土地の売却の話なんかありますからこんなん仕分けいらないでしょ土地の把握なんかどうでもいいんですよ土地なんて BS の話ですから回答用紙ないんだから。 じゃあ PL 作るるためにどうするのっつったら問題見てもらって僕は12万を19万で売ったあ高くれた7万円売却益それだけ PL 書いたら終わりでしょねだからそういう風に切り替えをしていってもらうと結構これ早いですよ問題解くの。ね、でなおかつ本当にベーシックな処理論が多かったんでまあちょっと PL はね少しまあおけつの方行った時に数字が荒いからこれ合ってんのかなっていう気はするかなとは思うんだけども。 第二問とかに変に悩んだり、第一問とかでうーんと頭を考えるぐらいだったら第。第二、三問先やっちゃったのは良かったかもしれないね。だ、そういう切り替えはね。必要だと思います。で。先ほど来申し上げてる通り、工業簿記の四問五問でとにかく攻めるだけ攻める。ね。な、あとはもう、本当に僕は個人的に心配なのは。前回標準が出てるから、今回やんなかったっていう人が。 いいいないかなかっていう心配はあるねえ、ね、まあそうは言っても一応ちょっとやったけどねぐらいにしといてもらえれば多分今日のね表示はできたのかなっていう気はするんだけどもまあそこがなんとかねうまくこなせればいい結果ついていくんじゃないかなっていうふうには思いました。まあ今日の2級の問題は全体として簡単なのか難しいなのかっていう難しいのかって言われれば、まあ、やや難しい。全然簡単じゃない。 普通ともちょっと言えないからやっぱりレベルの高い論点が出てるからあーだからまあちょっと難しめだと思いますちょっと難しめだと思うけども繰り返しになるけどねその中でもしっかりと点数取れるかどうか取れそうなところをしっかり選んでいけたかどうかまあこれが勝負の分かれ目だったんじゃないかなっていう気はしますねまあでもねあのー、とりあえず今日に向けて皆さん方はいろんな形でね努力をしていただいたと思います お仕事があったりさあ学校通いながら、ね、余った時間ね、普段だったら遊んだり、えー、自分の趣味に使ったりねお友達と遊んだりっていう時間だったものをよお勉強に振り向けていただいて皆さんお一人お一人ねですか、まあ、もうちょっとやればよかったとか、ね、そういう後悔みたいなももしかしたら感じていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないけども、ね、あのそうは言ったって、ね、本試験マギアなんかはやっぱりね 相当無理ししてて勉強もしてくれたと思うんですでとりあえず今日の段階で一つね目標の試験は終わったわけだから、ね、ちょっと気持ちよく会場を後にすることはできなかったなとかっていう後悔感じてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないけどそんなものはねえ別にですかあ次に向けてねですか次に向けてねってもう一回受けなさいってことじゃないですよ。何かににチャレンジするとき今回の 試験のの向けで勉強でねですかあちょっと後悔があるんだったら次に何かにチャレンジする時には同じ思いをしないようにしようとしていただければそれでいいわけだしでもっと言っちゃうと本試験なんちゅうものは結果通知が来るまではどうなるかなんか分かんないんだから変に気を落とす必要はない。で、ね、ここで、えー、1回経験してもらったものをねもういろんなところでこんな経験は生かせるはずですから。 ね、次に何かにチャレンジするときに生かすようにしていただければいいんじゃないかなというふうに僕は思いますよ。で何にしたってまあここまで頑張ってくれたんだからねあのー、ちょっとしばらくさあのー、しっかりとね休養を取ってもらってね本当今強度が寒いからねやっぱりね試験終わると気が抜けるでしょで気が抜けるとね体調崩すよね本当に。で今なんかさあのー、風邪ひいたりなんたりするとねえ ちょっとそうならないようにね少しご自分の体いたわってあげてくださいよ。で23日ゆっくりしてもらったらちょっとよろしければということで一点ねご案内だけさせてもらうんですけどあのもうすぐなんですよこれうちね11月の25日と2日と3日ここで小学生試験あります。でこの小学生試験はまあもう簿記の問題なんか見たくてって話かもしれないけどねまあ2級の方ね。 2級レベルの問題を解いていただいて、得点状況に応じてですね。あのー、割引をします。よっていう試験なんです。で、これ受験自体はただです。で受けてもらったら申し込んでもらわなきゃいけないとかって、そんなことは全くありません。 で受けてもらってとりあえず割引特典を得ていただいたらば一定の期間内であればそれはいつでも割引は使えますっていうものなんでねせっかくまあ2級の勉強をやっていただいてこんだけ難しい問題も皆さん解いてもらってるんだからさもう少しワンランク上に進んでみようかなとかね前向きに考えていただく方はね将来的に勉強する時にですよ まあ同じものを受けるんだったら安い方の合いに決まってますんで、えー、学位の割引が効く小学生試験なんていうのを一応受けといてですね、えー、割引受けられる権利だけを固めとくというのも一つだと思うのでまあもしねご都合が合えばこの特待試験実施ございますんでね、えー、受けていただければなと思います。でこれはあの基本的に各ののレックででで実すすするんですけどちょっとですねあの 学校によって校舎によって実施日が変わるんですよ。12月の2日はやりますけど3日やりませんとかってありますんでここら辺の告知についてはですねウェブ等でも告知させていただいておりますからそちらで確認をしていただくなりでそこがちょっと分かりづらいということであればですね、えー、お電話いただいてですね 僕ここに住んでんだけど最寄りの校舎で特待生試験やってんとこどこっていうふうに聞いていただければですねご案内はできますんでねまあよろしければこういったものもちょうどございますんでね前向きにお考えいただけるとありがたいなというふうに思う次第でございますでまあ皆さん方何にしてもね先ほど申し上げました通りちょっと試験に向けての勉強でお疲れのところだと思いますからまあ今日あたりねちょっと早く休んでもらってさ ねえー、少し体を休めてね、えー、疲れが抜けたらね前向きにそういったものをお考えいただけるといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、何してもねここまでで試験勉強本当にお疲れ様でしたあー繰り返しになるけどね、まあ、今日以降は少し自分の体をいたあることに、ね、重きを置いてさ、ね、今まで我慢したことをちょっとやって、ね、心身ともリフレッシュするという形にしてください。 ね、あ以上で、えー、今回の第百四十七回に関する二級の解説講義を終了といたします。皆さんお疲れ様でございました。